箕輪町図書館は、長野県上稲郡箕輪町にある、町立図書館。東箕輪村戦勝記念文庫明治38年に、当時の東箕輪小学校長であった、平室大臣の主張により、日露戦役戦勝記念文庫が設立。同年以降の小学校入学者による寄付金で図書を購入していた。三輪村図書館、大正天皇の即位を記念して設置され、 図書の購入と貸し出しなどを行う。青年会会員の運営によって戦後まで存続。中美野和村昭和10年に村の理事者によって中美野和実業補修学校の一部に図書館が設置される。終戦後に閉鎖されたが、昭和23年の校舎取り壊しにより、図書の大部分を役場に移管して図書館業務を再開。昭和23年、調整施行により、 中美の和村が中美の和町となる。昭和30年に中美の和町、東美野和村、美野和村が合併し、美野和町が発足。各町村の蔵書が合わせられる。昭和35年に町の公民館が設置された際に資料が移管され、公民館と書室が発足。その後国からの助成を得て、昭和52年に美野和町図書館が竣工開館される。 東京出身の出版実業家で、名著出版創業者の中村康隆より寄贈された中村康隆文庫があり、同社の出版物のほとんどを網羅している。所蔵は約1600冊。ABCD 長野県公共図書館外境、ABCD、三輪町市第一館自然、現代編三輪町郷土博物館、1976年、1000ページ。 ABCDEF ミノワ町図書館私たちの新しい図書館長野県図書館協会解放第87号長野県図書館協会1978年14ページ長野県市町村合併市市町村編上巻長野県1965年732ページミノワ町図書館私たちの新しい図書館 長野県図書館協会解放第87号長野県図書館協会1978年15ページありがとうございます。